こんにちは今日は方の見方を考えますそもそも射法投射って何かなっていう話なんだけども黒板を見よう、えー、ここに物体があるよね、えー、この直線は地面だって考えよう地面から物体を斜めに v で投げ出しているよねでその軌道がこうやって描かれているとこの軌道をよく放物線っていうねちょっと実際にやってみると。 いくよこの物体がありますこの物体を斜めに投げるとあいけない <laughs> もう一回やろうかな見えたかなあのまさにまた複雑に見えるでしょ正面から見ると複雑に見えるんだけども水平投射もそうだったけどもこれは2つの方向に分解するっていうことを考えるんだよね。正面から見ずに 横から見るとどんな運動をするのかな上から見るとどんな運動をするのかなということを考えるわけだからまず必ず軸を与えよね横から見るる Y 軸が必要となるよねそして水平方向には X 軸が必要となるよねでこうやって2つの方向に分解すると実は単純な運動に見えるとそれをこれから考えていこう。 じゃあね実際にこの射方等射をまず横から見るっていうことを考えるんだけども落下運動で最初にやることは重力加速度かこれ必ずやろうねえそしてスタートの場所原点定めて横から見るっていうのはこの Y 軸が必要となるよね。はい、それと水平方向に。え 軸を書いておこういいでそして初速度が V で今 X 軸に対する角度シーターだったとするよね。分解っていうのは例えば横から見るとどう見えるかなっていうと横から見た成分はもうこの速度しか見えないよね。 でこれが一体いくらかなっていうともちろん斜辺と高さの比だからサインを掛け算した書いてみるとサインシータと表すことができるよね。水平方向速度は一体いくらかなっていうと斜辺と底辺の比だからこれはコサインだよね。 えだから v ゼロコサインシーターと表すことができるさあこれで初速度を二つの方向に分解したよねえちなみに y 方向はどう見えるかな投げ上げに見えるよね初速度の方向をプラスに定めると、えー、これ単なる投げ上げに見えるなとわかっただから y 方向はどんな運動に見えるかなさあ これ見てください初速度 v 0サインシーターで単なる投げ上げ上に見えるよね実際やってみようかな正面から見るとこう見えたよね。見えたあの曲線上運動してんだけどもこれ横から見るとうまくいくかな横から見るとあもう一回見え,る見えたもう一回やるとこんな感じになるよね。まさにに投げ上げ上見えたかなだかなだら 正面から見ずに横から見ると初速度 v 0ータの単純な投げ上げ運動になるというのが分かったよねさあどうだろう Y 方向は横から見た運動なんだけども Y 方向の運動は単なる投げ上げ運動に見えるなと正面から見て非常に複雑な運動でも Y 方向に注目すると実に単純な運動をすることが分かったよね さあ今度は斜方投射上から見るとどういう運動するかなを考えようね横から見たらこうだったよね投げ上げ運動だったけども上から見るとスタートの場所検定定めてこの X 方向の運動に注目しようねまず加速度を変えておくと下向き G なんだからえつまり X 方向は加速度ないよね 下向きが重力加速度なんだから水平方向は加速度ない加速度ないってどういう運動かな等速直線運動になるよね式を使うと速度は V+AT 等加速度運動の式があるよね。で加速度がないっていうことは AT の項がないわけだよね。えつまり初速度を保った等速直線運動になるわけだ。だから X. 方向の運動、初速度 V. ゼロコサインシーターで、この後どうなるかな。X. 方向は。初速度 V. ゼロコサインシーターで。ずっと速度が一定の。等速直線運動になることがわかるよね。非常に単純だよね。横から見ると投げ上げ。上から見ると。初速度 V. ゼロコサインシーター保った等速直線運動になること、分かったかな。さあ、どうだろう。 上から見ると X 方向つまり水平方向の運動は等速直線運動になることが分かったよね、えー、だからこの正面から見た射方等射は非常に複雑な運動なんだけども2つの視点で捉えると非常に単純だよね。横から見ると投げ上げ上から見ると等速直線運動になると非常に単純な運動になること分かったよね。 じゃあ練習やってみようね次の文章の四角にあ四角じゃない括弧に当てはまる語句を答えようと水平に対して斜め方向に投げ出された物体はさあ遠直方向はどんな運動をするのかな水平方向にはどんな運動をするのかな実際に図を書いてみよう。これ地面ね地面から物体を斜めに初速 V0 で投げ上げを考えようね。 でこの後の軌道は放物運動を描いてどんだよね。地面に対する角度シーターだったんですよね。この落下運動がまず最初に書くのが重力加速度を書くこれ必ずやろうね。そして軸は2本必要だよね。スタートの場所を原点定めてここ y 軸と x 軸が必要となるよね。 もちろん初速度は分解しよう、X、方向と y 方向に分解分解は初速度対角線とする長方形を作るよねそして水平成分と延直方向に分解できるそれぞれの値は水平成分はコサインだよね水平成分は v 0コサインシーターで 直成分はとと表すことができるよねだから y 方向だけに注目するとさ y 方向だけに注目すると原点から投げ出された物体が vsθ の初速度あとは単なる投げ上げだよね。 こういう投げ上げ運動をすることがわかるだから円直方向に注目するとどんな運動をするのかな投げ上げ運動となるよねこれ円直方向ねでは水平方向どんな運動をするのかな初速度は V0 コサインシーターで加速度いくらかなこっちはないよねで加速度がないっていうことは X 方向だけに注目すると初速度 v コサインシーターであとはずっと速度が一定いつまでも v コサインシーター保ったこれなんていうのこの運動を等速っていうね等速直線運動を行うんだよね。だから水平方向は等速 直線運動を行うんだよと分かったねだからこの左方と差を分けてみると円直方向は単なる投げ上げ水平方向は等速直線運動を行うっていうのは分かるよね。<music> 今日のまとめなんだけども今日は斜方投射をどう見るかっていうのを考えたよね斜方投射、えー、X 軸に対して斜めシーターに初速 V0 投げ出したとでまずこれ分解したよね、えー、水平方向は V0 コサインシーター円直成分は V0 サインシーターと速度分解した、えー、まず Y 方向だけに注目するとどんな運動だったかな Y 方向だけ見ると単純な投げ上げだったよね 横から見見るるるとと単なな投げ上げ上えるなとそれに対して x 方向を今度は上から見たらどういう運動をするかなっていうとこっちは加速度ないよね。で加速度ないっていうことは初速度 v c o s タを保った等速直線運動になるなと。いいこの複雑な運動に見えるんだけども2つの方向に分けると実は実に単純な運動になるよね。 単純な投げ上げ運動に見えると上から見ると、X、方向は等速直線運動に見えるなといい、ね、この2つの視点で捉えるっていうイメージをしっかり掴んでおこう。